8、7、6、5、4、3、2、1、本気で数えてる。何なんだよ。2、1、0。制服返してください。ほら、変でしょ。だから言ったのに。いや、そういう割には完璧に着こなしていると思いまして。いつもの癖が。とにかく汚れたままでいいですから、制服を。そんなもったいない。本当によく似合ってますよ。ご自分でもそう思いませんか。こういうのが好きなんやろ。わざわざこんなバイト選ぶ女が学校じゃああやもんな。お前おもろすぎ。無駄や。外は大勢控えとるからな。ま、とりあえずこっち来いや。そういう方だったんですね。全然気づきませんでした。俺はお前が鈍感ってことは最初から気づいとったけどな。性格悪。でもさすがにこんな簡単に落ちるとは正直がっかりや。もうちょっと骨のある女やと思ったんやけどな。はあ？メイドしながら生徒会長やる女やし、この雅が丘でも何やらかしてくれるか楽しみでもあるしな。ちょっと待て、何か誤解を。しゃあないな、これで十分やろ。これでも足りん言うんなら、もっと俺を楽しませてみいや。楽しませる。五十嵐財閥の次期総帥であるこの俺には、その肩書きだけで腐るほど女が寄ってくる。従順なだけの女はもう飽きた。お前には少し期待したんやけどね。お前も金に釣られてのこのこ来よった。所詮あいつらと変われへん、くだらん女やったっちゅうことや。かわいそうなやつだな。そうやってずっと人を蔑んできたのか。お前の周りにいるやつらがくだらないと言うなら、それはお前のせいだろ。この世にくだらないやつなんて一人もいない。今日私が来たのは、雅が丘への誘いを断る、それだけを伝えるためだ。聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。やっぱりあんた、おもろいな。無駄や。あんたが合気道なら俺は柔道やから。寝技が得意なんや。はい、そこまで。外の奴らは？なかなか入れてくれないから、ちょっと悪いことしちゃった。ごめんね。まあ、そっちの方がもっと悪いことしてるし。ねえ、変態お兄さん。ええ度胸しとるな。まあ、何にせよ、別の相手探してくれないとな。こいつはそんな簡単に、触っていい女じゃない。お前が言うか！じゃあそういうことだ。行こっか会長。五十嵐会長、聖火高校生徒会長としての私でよければ、いつでもお話を伺いましょう。失礼します。薄い、なんでここにいるんだ。会長、あの変態にまんまと騙されてるし、それに俺のこと呼んだでしょ。何言ってんだ、わからん、呼んでない。聖火の会長を降りるつもりは毛頭ない。でもまあ、よくできました。あ、やっぱり薄い。ありがとう。
ああ、制服取り返したけど、生地も仕立ても最高級の雅が丘のと、会長がいつも着ている聖火のと、どっちがいい？さっさと返せ！やっぱそっちね。美咲さん、美咲転入の件はきっぱり断ってきたから、みんな安心してくれ。あー、おかえり。なんで薄いんだ。ほんま、おもろい女や。やっぱりあの場面で名前を呼ぶなら俺しかいないでしょ。しつこいぞ薄井って、呼んでないって言っただろ。いや聞こえたもん、しっかり。お前どこにいたんだよ、あんな小さい声が聞こえるわけないだろ。ほらね。あれ、さくらと雪村、なんでそんな格好してるんだ。甘い天気だべ。まだや、でっかい桃が、桃が流れてきたぞ。あー、桃大好き。私はこの辺りに住むものでございます。しずこばあさんも桃くうべ。鬼退治ならお供を連れていかないとな。この番組はゼネオンユニバーサルエンターテイメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。